それでは試合再開となります。攻守方向を入れ替わりまして、クラブベアーズ自陣38ヤードからセカンドダウン14。さあここでランプレーによる突破を図りましたが、しかしこれも翔英のディフェンス集まりよくゲイン1ヤードにとどまっています。キャリアは26番のプレイヤーでした。28番の西村でした。大阪学院大学出身。クラブベアーズ自陣38ヤードからサードダウン13。さあ先ほどのプレーはどうだったでしょうか。インターセプトです。ターンオーバー。クラブベアーズここでパスプレーを敢行しましたが、失礼しました、ここで審判団が一旦先ほどのプレーの協議をしております。インターセプトでした。インターセプトです。東映ブレイザーズ、パスタン。ターンオーバー、攻守交代です。先ほどのプレー、ベアーズはパスによる攻撃権更新を図りましたが、これを取りましたのは、東映ブレイザーズ31番。ダイビングキャッチでこのパスをもぎ取り、インターセプトで攻撃権を奪取しました。31番山根、滋賀大学出身のルーキー、素晴らしい仕事を見せました。攻守交代です。翔英相手陣46ヤードからファーストアウト。さあここで翔英はまずオプションプレーを選択しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックが持つかを選択するプレーですが、ここはクォーターバック自ら持ちまして約4ヤードのゲインとしています。判断しキープしました。クォーターバック2番は山西、近畿大学出身。翔英相手陣42ヤードからセカンドダウン6。さあチームのランさらに行きます。ナイスラン、ファースター。今度はランニング枠にハンドオフし33番に中央突破させました。さらに味方オフェンスライン71番のフォローもありまして、攻撃権更新となっています。翔英ブレザーズファースター。素晴らしいサポートをしました。オフェンスライン71番は山口、近畿大学出身。翔英相手陣33ヤードからファースターアンテン。クォーターバック2番ここでプレイアクションパス、ドロープレーから外側をそれをフェイクにして一気にエンドゾーンへ投じました。これをワイドレシーバー4番ダイビングキャッチし見事タッチダウンとしました。翔英タッチダウンで6点獲得。素晴らしいパスを投じたのはクォーターバック2番の山根氏、そしてそれを取りましたワイドレシーバー4番は澤田。澤田は中京大学出身のルーキーです。しかしこのトライフォーポイントは失敗となりました。6点止まり。しかし翔英ブレザーズ23点、クラブベアーズ0点となりました。
翔英インターセプトから生かしました攻撃を見事に仕留めまして、タッチダウンとしまして、さらにリードを広げております。クラブベアーズ、このリターンでその突破口を見出すことができるでしょうか。さあリターンに入ります。このリターンはベアーズ陣24ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置からのクラブベアーズの攻撃となります。果敢に密集点突破を図りました。リターナーの28番は西村、大阪学院大学出身。クラブベアーズ自陣24ヤードからファーストダウン10。ベアーズ右側にレシーバーを固めるバンチフォーメーションを多用しています。さあそこからモーションさせまして、そのモーションしているレシーバーに持たせました。左オープンスピードでまくろうとしましたが、これはしかし翔英がアジャストし約6ヤード失礼5ヤードロスに変えています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。クラブベアーズ自陣19ヤードからセカンドダウン15。再び右側にレシーバーを固めるバンチフォーメーションです。パスでゴー、クォーターバック3番、ここでワイドレシーバー6番にパスを通し約11ヤードのゲインとなっています。パスを投じましたクォーターバック3番は吉田、江南大学出身。取りましたワイドレシーバー6番杉田は日本大学出身です。クラブウェアーズサードダウン4、ボールオン自陣31ヤード。ナイスランファーストラン。ここで翔英はワイドレシーバーにヒッチパスを投じ、そこからのキャッチアンドランを図らせました。これに応えてワイドレシーバー82番見事に攻撃権更新としました。クラブウェアズファーストラン、攻撃権更新果たしたワイドレシーバー82番は寺崎、大阪体育大学出身。クラブベアーズ自陣37ヤードからファーストダウン10。さあ今度はランニング枠に託します。ハンドオフから中央突破を図りまして約2ヤードのゲイン。キャリアは28番西村でした、大阪学院大学出身。ベアーズ自陣40ヤードからセカンドダウン8。クォーターバック3番パスを投じようとしましたが、ここにディフェンスライン陣翔英ディフェンスラインが殺到、77番45番が囲い込み QB サックとしました。QB サックしましたディフェンス45番は金沢近畿大学出身、77番柴田も近畿大学出身です。クラブベアーズサードダウン15、攻撃権更新なるでしょうか。パスは成功、クォーターバック3番右にスプリントアウトしながらワイドレシーバー6番にパスを通しましたが、攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。
ベアーズフォースダウン10パントフォーメーションを選択しました。パンターは21番のユキタが務めます。スナップミス。これをパンター抑えましたが、しかし結果的に陣地を大きく下げる形になりました。正英相手陣7ヤードからの攻撃を終えました。ラインマンの中心であるセンターからのボールを投げ出す、あるいは手渡すというこのエクスチェンジという行為は非常にシンプルながら、ここでのミスをすると全てのプレーが破綻する重要なプレーです。ここがこのパントシチュエーションで起こってしまいました。結果的に相手陣7ヤードから正英ファーストアンドゴールの状況に入ります。タッチャー何枠26番ハンドオフを託され、右オープンを疾走、相手ディフェンスを引きつけながら右サイドラインギリギリの位置を走り込んでタッチャー。正英6点を追加といたしました。見事なランを見せました。ランニングバック26番は金子、近畿大学出身。そしてトライ4ポイント、キック決まりまして1点追加、正英ブレザーズ30点クラブベアーズ0点です。正英今のチームの勢いを示すかのように怒涛の勢いで得点を重ねていっております。その正英のキックオフで試合再開となります。さあリターンに入りますが抜けていきます。ナイスリターン。リターナー28番、ボールをファンブルしました、マフしましたが、しかしそれを抑えてから一気に独走、あわやタッチダウンになるかというリターンでしたが、しかしこれは自陣30ヤードの地点で止まっております。しかしナイスリターンでした。そのキックオフリターンをしましたのはリターナー28番の西村、大阪学院大学出身のプレーヤーでした。クラブベアーズ自陣30ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック3番プレーアクションから密集点へパス、これを見事85番キャッチしまして約8ヤードのゲインとしています。ディフェンス競り合いながら非常に厳しい状況ながら85番見事にキャッチしました。素晴らしいキャッチをしましたのは85番の西江、大阪教育大学出身のエイジ50、50歳のプレイヤーです。ベアーズセカンドダウン2、ボールオン自陣38ヤード。さあ今度は中央へのランプレーで突破を図りましたが、これは正英ディフェンス陣が殺到しまして、むしろロスに変えています。約4ヤードロスという形になりました。素晴らしい反応をしましたのは
昭栄ブレザーズ91番の藤井でした。近畿大学出身。クラブベアーズサードダウン6、ボールオンは自陣34ヤード。クォーターバック3番左ロールアウトからパスを投じようとしましたが、これを昭栄25番がキュービーサック、さらにロスという形にしました。キュービーサックしましたのは25番の昭栄の選手でした。素晴らしいプレーでした。これによりベアーズフォースダウン11、パントフォーメーションを選択します。このパントはハーフウェイを越えたところで外へ出まして、この位置での攻守交代となります。攻守変わりまして、今度は昭栄ブレザーズの攻撃となります。昭栄自陣46ヤードからファーストダウン10。ファーストクォーターバック2番、モーションしてきた選手にハンドオフフェイクし自らキープ、相手のディフェンスの裏をつくように中央突破し攻撃権更新としました。昭栄ファースト、クォーターバック2番は山西。ボールは相手陣29ヤードの位置から昭栄ファーストダウン10。パス成功、ファーストクォーターバック2番ここでロングパス、そのパスをワイドレシーバー4番見事にジャンピングキャッチ、攻撃権更新です。昭栄ブレザーズファースター。さあそしてチェーンがセットされると時計が回ります。ここでホイッスル、チェーンタイムアウト、昭栄ブレザーズ。ここで昭栄前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。試合時間残り14秒という状況になっています。ここで試合終了とな、前半終える形になるとこの今のポジショニング全てリセットになるため、ここで一旦昭栄タイムアウトで時計を止めます。現在昭栄がベアーズ陣のゴール前エンドゾーン手前まで迫っております。相手陣1ヤードの状況で昭栄ファーストアンドゴール。前半残り時間は14秒となっています。この時間内に得点を上げられるかどうか、この攻防を注目しましょう。チームタイムアウト、クラブベアーズ。ここでクラブベアーズを前半1回目のタイムアウトを取ります。双方とも心理戦を含めたタイムアウト合戦が始まっています。クラブベアーズとしてもこの14秒この1ヤードをしのいで、ここは前半戦を終えたいというのが本音でしょう。そのための作戦およびそのための駆け引きが今行われています。はい、タイムアウト決めます。いいですか。レディー変わりますよ。
試合再開です。翔英相手陣1ヤードからファーストアンドゥーゴー。試合時間前半残り14秒。さあこのランプレー、果たして判定はどうでしょうか。ボールを持った26番がエンドゾーンの中に入ったか、あるいはその前に外へ出たかの判定です。前半2回目、時計を4秒に戻してください。4秒です。わずかにエンドゾーンに入っておりませんでした。ゴール前ヤードがなく残りインチという状況でセカンドダウンになります。ここで翔英が前半2回目のタイムアウトを取りました。試合時間残り4秒となりました。さあ試合時間前半残り4秒で翔英ブレザーズセカンドダウンインチ。これをベアーズ止めます。中央突破を図るためランニングバックに密集点に突入させましたが、これを翔英、これをベアーズディフェンス陣が殺到し止めました。前半終了です。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、翔英ブレザーズ30点、クラブベアーズ0点という形で前半終了です。